你要来玩这新的游戏，是 R10 的从零开始异世界生活的虚假的王选候补，好像是有别于正传的游戏特别剧情。然后有特殊，诶，新的角色登场。有点大声。リ、ゼロから始める異世界生活、偽りの応戦候補。哦哟，的确有点嗨，但是这个字怎么感觉有点粗糙啊？看一下。自动讯息速度。哦，普通是慢慢的，快是一次全部。もしもし。もしもし。谁的？这是谁的声音啊？もしもし。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 もしもし，要大声了。居然感觉差不多。都是应该差不多，应该不会太大声，应该吧。もしもし。有什么彩度吗？没有。好啦，废话不多说，开始玩的。もしもし。はい、最後に腕を天に伸ばしてフィニッシュ、ビクトリー。哦，这是他动画第一季吧？第一季里面有出现的。ビクトリー。ビクトリー。それにしてもスバルも随分村に馴染んじゃったわね。もうラムやレムよりも有名人なんじゃない？な。俺ってばさりげに村を救ったヒーローみたいなとこあるしね。そしてそのことを恩に着せたり触れ回ったりしないダンディズム、これはエミリアさんも惚れ直す。もともと惚れてないけど。直接被吐槽。ちょっとそれとは扱いが違うかも。村の中だとスバルはみんなを助けてくれた英雄っていうより指揮者って印象の方が強いみたい。ほら、不思議なことをいっぱい知ってるから。物知り博士みたいな扱いか。いやでも俺がラジオ体操以外に広めたもんって。けどこの短い期間で他に広めたものなんて何かあったか。心当たりねえぞ。刚刚有一段没有语音的是吧？过半数村民来参加。にしてもあれから1ヶ月か。え、おい、こう全部俺の実家よ。あ、这个应该算是给有点忘记，因为他这个剧情应该是第一季的剧情，有点忘记第一季的玩家去复习的。命が流れ落ちていくのがわかる。あと数秒で死が訪れる。死にたくない。死にたくない。死にたくなんてないんだ。ない。だって。だって。俺は。俺は。ゼロ。俺が
必ずお前を救ってみせる。救ってみせる。我们失败的要经过一次一次的死亡，为了要救下エミリアタン。これってひょっとして異世界召喚ってやつ？盛大なドッキリじゃなきゃ。お約束の異世界召喚者ということらしい。啊，对，他这边在帮我们复习第一季的剧情内容。もうちょっと福利厚生しっかりしてないと、俺みたいなゆとりは納得できないよ。叫吐槽。おっと、すいません。啊，这里是那个遇到小混混。哦，你讲，一堆人太高了，高到画面直接把它卡掉。你讲。あんだ、てめえ見かけねえ面だな。他们还有绰号，阿汉、阿顿，可是绰号也太 low 了吧？一定思いしたくなきゃ出すもんだし。为什么这是阿珍？他们是阿拉。哦，这是我们斯巴鲁帮他取的绰号了，阿顿、阿珍、阿汉。そこまでよ、アクト。アクト。我们遇到了异世界的美少女，来拯救我们。きれい。それ以上の狼藉は見過ごせないわ。くっそー、相手が魔法使いだろうが貴族だろうが関係ねえ、囲んでぶっ殺す。クルス、何で自信。やれるものならやってみたらいいよ。この子に何かしたら松代までたたるから。ま、その場合君が松代なんだけど。为什么帕克坏掉了？不是我的帕克，这是哪来的盗版帕克啊？靠背啊！哇，这个作画怎么崩啊？才刚开始，这个帕克啊，打眼，帕克怎么崩掉了？邪術師か。くそ、覚えてやがれ。大変。帕克怎么变这样子？エミリアタン。奥龙的毛笔超赞。ありがとう。ありがとう。助かった。助かった。勘違いしないで。ただ助けたわけじゃなくて、あなたに聞きたいことがあっただけだから。原因不只是因为他是我的菜。なあ、俺に手伝わせてくれないか。君に恩返しがしたいんだ。恩返しなんて必要ないわ。あなたは質問に何も知らないって答えた。それで治療の対価は十分だもの。何が交渉な。なら俺は俺のために君を手伝う。一日一善、それならいいだろう。一日一善。うん、わかったわ。ただお礼なんてできないからね。お礼なんかもらったら一善にならないだろう。ああ、そういえば君の名前なんて言うんだ。名前はサテラ。あ、サテラっていうのが。
よろしくな、サテラ。啊，他故意用那个魔女的名字，他可能不知道，他可能抱有其他的想法。但殊不知，我们就是一个什么都不知道的，什么都不知道的人，所以自然对这个名字不会有任何的感觉。俺なんか変なこと言った？その、よろしく。趣味が悪いよ。嫉妒魔女サテラ。哦，因为他不想，他自己被误会就算了，可是他不想要牵连到我们，所以。他有点像是用这个名字来劝退我们，但都不是我们什么都不知道。で、サテラが探してるのって希少ってやつなのか？うん、すごく大切なものなの。でも取られちゃって。あれ以外なら諦めもつくけど、あれだけは絶対にダメ。ダメ。盗品を裁くなら貧民がいい。貧民がいい。で、この盗品蔵まで来たけど、本当に行くの？行ったでしょ？あれは大切なものなの。だから。絶対に取り返す。だろ。よし、ひとまず石膏は俺に任せてくれ。ここまでの汚名、きれいに洗って返上してやるぜ。気をつけてね。ああ、帰りが遅くなるかもだから、先にご飯食べてていいよ。バカ。でも。お邪魔しまーす。って、暗いな。なんだこれ。血。気づいてしまったのね。それじゃ仕方ないわ。ええ、仕方ないのよ。パル？パル？したんだよ兄ちゃん。急にほうけとつらして。あ、应该说重新来过。は？あ？あ？重新点。回归。自分が切羽詰まってでも。人のこと助けちまうお人よしもいるんだ。
さて、俺の名前は夏木すばる。いろいろと言いたいことも聞きたいこともあるが、それらはとりあえず置いといて、まず聞こう。君の名前、教えてほしい。え、故意です。耍帅用低沉的声音。君の名前は？エミリア。私の名前はただのエミリアよ。ありがとうスバル。哦，这里他就直接跳过我们救下他的那一段。还是直接跳过，在经过不断的一次次死亡，我们成功在第一阶段救下了 Emilia 他。この屋敷食事の前にピエロの余興とかあんの？コストパフォーマンス悪くない？CP 值也太低。ピエロとは面白い意見だね。私がこの屋敷の当主、ロズワール・エル・メイザースだよ。だよ。尴尬。把主人认成小丑。許してください、お客様。レムだけは見逃して、姉様を汚してください。脸也有点小崩。有点肿肿的感觉。レム、ラム。やめてちょうだい、お客様。ラムは見逃して、レムを凌辱するといい。凌辱レム。此处必有本。また妙な奴が増えたのよ。ロズワールの考えはベティにはわからんかしら。碧翠丝。他平常都躲在书库里面。结果这边先一一登场，让我们先回忆一下。国王候补。さあ、望みを言いたまえ。現状、私はそれを断れない。さあ、君は私に何を望むのかな？No? なら俺の願いはただ一つ、俺をこの屋敷で雇ってくれ。神经病。但其实也算是苏巴鲁经过深思熟虑这个办法，因为我们到了一个陌生的地方，确实需要一份工作。不得不说，其实他这个愿望很聪明。夏木スバル、今日飛躍の時を迎えます。夏木スバル。他们像看我，看我像个怪人一样。なんだよ、いたのかよ。声かけろよ、恥ずかしい。姉様、姉様、なんだか随分親しげに挨拶をされてしまいました。相当亲昵的態度。姉様、姉様。レムレム、なんだかやけに慣れ慣れしい挨拶をされてしまったわ。レムレム。お客様。ああ、这里又是经过一段了。啊，这边也是死了四次。魔女遗香。答えてください。あなたは魔女に見入られたものでしょう。啊，这一段很难过。魔女。那段我们苏巴鲁已经跟雷姆拉姆，应该说主要还是雷姆啦，产生了
一些感情呢。とぼけないでください。そんなに魔女の匂いを漂わせておいて無関係だなんて白々しいにも限度があります。然后我们就是被误会的那种感觉，但是却不能把我们身上的秘密告诉任何人，不能也没办法。エミリア、聞いてくれ。俺は死に。ラムにないものがレムにはある。それ認めてこうぜ。レムは優しくて努力家で一生懸命で、あとラムより胸が大きい。大きい。这样子真的好吗？レムがいてくれてよかったよ。ありがとう。ありがとう。这是什么喘息声？泣くなって。俺の故郷じゃ来年の話をすると鬼が笑うっつんだよ。比起明年的打算鬼会笑。不知道是什么俗语。笑えよレム、笑って未来の話をしようぜ。とりあえず明日のことからでも。啊，应该是我猜就是对未来抱有期待，就连鬼都会对未来抱有期待的意思吧。明日のこと。笑いながら明日って未来の話をしよう。俺、鬼と未来の話をすんの夢だったんだよ。鬼がかってますね。だろ。だろ。じゃあ、俺とデートしようぜ、エミリアタン。这边才跳到我们这款游戏的开头。デート？デート？一緒に二人でお出かけして、同じもの見て、同じもの食べて、同じことして、同じ思い出を共有するってこと。そんなことでいいの？そんなことがいいのさ。わかりました。スバルとデートしてあげる。